ト・レイム。15歳という若さで、帝国最強騎士ナイト・オブ・ラウンズの地位についた少女。ラウンズ内で、最年少ながらも、その実力は、確かであり、モルドレッドの火力やパワーを生かした戦闘を得意としている。ゼロレクイエム後のアーニャは公職に就かず、復活のルルーシュでは、民間の立場で、ジェレミアと共に、戦地のジルクスタンへ参戦していた。今回は、アーニャの活躍と、彼女が軍人を辞めてしまった理由を紹介します。記憶を奪われた少女。常に携帯電話を持ち歩いており、目にしたものはとりあえず、何でもかんでも写真として記録する癖がある。その中には、女子の着替えやら、使用中の男子トイレやら、プライバシーを無視したものも大量にあった。また、この記録をもとに、よく、ブログの更新も行っているわ。これは、彼女が、自身の持つ記憶を全く信用していないことに起因している。というのも、彼女が持つ記憶と携帯やブログに記録されている事柄はなぜか一致していない。このことに、彼女は常に違和感と恐怖心を覚えていて、それを少しでも改善できればという思いから携帯を持ち歩くようになった。それゆえか記録したデータは大切にしていて、何かの拍子で消えたりすると泣き出してしまうわ。ラウンズの制服はかなり手を加えているようで、へそ出し、背中や二の腕、太ももまで露出した、かなり露出度の高いものになっている。パイロットスーツも、普段の制服に比べると布地は多いが、やっぱりへそ出しで、他の女性パイロットに比べると露出度が高い。一方、私服はロリータファッションを好んでいるようで、こちらは布地が多いわ。口数が少なく、性格もあまり社交的ではないけど、寡黙ということもなく思ったことを割とストレートに口に出すタイプ。基本的に無表情なこともあって、つかみどころのなく、かなりマイペースな少女である。6歳の時、行儀見習いとして、アリエス級に出入りをしており、この時期にルルーシュやナナリー、マリアンヌと関わりを持ち、携帯電話に写真の記録をしていた。しかし、そんな中、偶然にも、V2 が、マリアンヌを機関銃で殺害するのを目撃してしまう。怯えて身動きできなくなったところを、死に際のマリアンヌが発動させた、他者の意識に乗り移るギアスにかけられてしまい、以降のアーニャは、自覚がないまま、マリアンヌの意識を収めておくための拠り代になってしまった。年若い身でありながら、ナイト・オブ・ラウンズに就任することになったのも、マリアンヌの魂の拠り代である自身を、なるべく、シャルルやビスマルクの監視下に置くことが目的であった。この結果、アーニャの中に、マリアンヌの意識があることを V2 に知られないようにするため、皇帝シャルルの記憶改ざん能力のギアスによって、たびたび、記憶の改ざんが行われ、さらには、マリアンヌの意識が表層化しているときは、自分の意識がないために、アーニャは、自身の記憶と日記等の記録との食い違いによる混乱に苛まされるようになり、自らの行動を習慣的に記録することになっているわ。劇中での活躍。強制エリアとなっていたエリア11の総督であるカラレスが、復活したゼロによって中殺されたのを、スザクや他のラウンズたちと共に知ることになるが、アーニャ本人は、無関心な様子を見せていた。その後、カラレスに代わって、新たに総督となったナナリーを護衛し、活動を再開した黒の騎士団を排除すべく、エリア11に向かったクルルギスザクを補佐すべく、同じクラウンズのナイト・オブ・スリーであるジノと共に来日。黒の騎士団の太平洋奇襲作戦では、ナナリーの乗るログレス級にぶつかりそうになっていたカール・レオン級をシタルクハドロンで沈めたり、千葉の月下を破壊したりしていたが、カレンのグレンカ消息に蹴りを入れられ、さらにトリスタンともども行動不能にされる。その後、アッシュフォード学園で行われたナイト・オブ・セブン歓迎会に顔を出したり、行政特区日本の再建時には、ナナリーの護衛についたりしているわ。また、小説版では、その縁で、彼女と交流を持つことになっており、軍人と公女という立場の違いはあるものの、
同年代であったこともあり、ナナリーからは平然と嘘を吐くローマイヤよりもはるかに信頼されている。ゼロの奇策によって数百万人の日本人たちを中華連邦へ亡命させてしまった後は、スザク、チヌと共にそれを追う形で向かうが、オデュッセウスのブリタニアと天使による政略結婚の日にて、リー真空一派の反乱に加え、ゼロによって、大宦官たちの醜悪な本性が暴露され、民衆たちの反乱が勃発した結果、中華連邦が求心力を失ったとみなしたシュナイゼル・エル・ブリタニアの命令によって撤退することになった。なお、この時の戦闘にて C2 の登場する暁直参仕様と交戦しており、その時に突然身体に異変が生じ、その隙を突かれて朝比奈にフロートユニットを破損させられてしまう。ちなみに、この戦いの直前、アーニャはスザクとミレイに携帯の中の写真を見せているのだが、その中にルルーシュの姿を見つけ、彼の幼少時の写真もあったことに疑問を抱いていたわ。これがきっかけになったのか、チヌと一緒にアッシュフォード学園に入学する。ルルーシュにその写真を見せて問いただすが、違うと否定されていたわ。直後のキューピッドの日では、ルルーシュを捕まえようとナイトメアフレームを持ち出し、警察や軍が出動する騒ぎにまで発展させていた。第二次東京決戦時にはゼロの蜃気楼と交戦。シュタルクハドロンで絶対守護領域を破ろうと試みるも、また身体に異変が起き制御を失って落下する。ゼロが黒の騎士団を追われ、ロロに連れられて逃亡すると追撃に出るが、ロロのギアスに翻弄されて逃がしてしまう。直後、マリアンヌの意識に身体を乗っ取られて C2 と共に上根島へと向かい、マリアンヌが C の世界に行くために身体を離れると気を失い、ラグナレクの接続など彼女の知らぬところでシャルルとマリアンヌも消滅し、行き場もない状態となってしまうわ。ルルーシュがブリタニア皇帝に即位した後は記憶を戻すという嘘の条件を提示されたことでシュナイゼル側につき、富士決戦ではジェレミアのサザーランド・ジークと交戦する。激戦の末撃破したかに見えたが、中からサザーランド・ジェイが現れて自爆攻撃を敢行。モルドレッドを大破させられて敗北するわ。勝利宣言するジェレミアに対して彼女は関係ない、どうせ私には記憶が、とだいぶ焼けっぱちになっていたが、その言葉を聞き、シャルルのギアスの影響の可能性を見出したジェレミアのギアスキャンセラーによって、これまでの記憶改ざんを解除され気を失う。その後、黒の騎士団の面々と共に処刑されそうになっていたところにゼロの姿をしたスザクが現れてルルーシュを殺害。同時にコーネリアたちによって助け出されたわ。軍人を辞めた理由、ゼロレクイエム後自由の身となるが、ルルーシュの貴族制廃止と帝国体制崩壊に伴い実家は没落。黒の騎士団やブリタニア新体制からの勧誘はあったものの、再び公職や軍務に就くことがバカバカしくなってしまったため、それらも全て辞退。そして地に足のついた生活をしようと思い農業を始めようと考え、退職金代わりに無理やり持ってきたモルドレッドを使って南米の土地、地元マフィアの大麻畑だった場所を開拓し、オレンジ畑にする。ところが、自身には肝心の経営ノウハウがなく困っていたところ、オレンジならオレンジに詳しいだろうという意味不明な理由で収容所から出たばかりのジェレミアをスカウト。その後は、ジェレミアにオレンジ農園の経営を丸投げし、自身は社員として過ごしているわ。悩みの種がなくなったせいもあるのだろうが、相変わらず自由すぎである。ジェレミアに対しては、ギアス解除の恩もあってか、良好な関係を築いているようで、ジェリーの愛称で呼ぶようになっているわ。復活のルルーシュでは、中盤に、ジェレミアと共に、民間の協力者として、ルルーシュ一行に合流し登場する。ジルクスタン戦では、撃墜されかけたルルーシュの護衛に回るなど、地味ながらも重要な役割を果たした。エンディングでは
ジェレミアと共にオレンジ農園に戻り、ブドウのようになったオレンジを収穫している場面が描かれたわ。最後まで見ていただき、ありがとうございました。もしよろしければ、こちらの動画もよろしくお願いします。